JR 西日本223系電車 JR 四国5000系電車 JR 東日本 E217 系電車 JR 四国5000系電車,電車5000系電車は2003年10月1日に営業運転を開始した四国旅客鉄道の直流近郊系電車本市備参線の快速マリンライナーの輸送改善を目的としこれまで使用していた213系を置き換えるために 申請された。JR 四国としては1998年の N2000 系以来5年ぶりの申請車両である。川崎重工業及び東急車両製造で M 編成3両編成6本が製造され、通常は西日本旅客鉄道岡山電車区配置の223系5000番台 P 編成2両編成7本計14両と共に運用されている。なお、 川崎重工業、東急車両製造とも本系列まで JR 四国とは取引がなかった。車両構造は2 1 3系では各一両設定されていたグリーン席と指定席車を一両に統合して2階建てとし JR 東日本 e 2 1 7系電車の2階建てグリーン車をベースとしてまた普通車は JR 西日本の2 2 3系5 0 0 0番台と 連結する必要から2 2 3十2 0 0 0番台をベースとして設計された。編成は岡山側から5000 5 0 0 0千5 T 2 0 0千5 1 0 0の MT-1M2T で構成され、通常は岡山よりに2 2 3十5 0 0 0番台に両編成を並結した5両編成で運転される。そのため、 システムも2 2 3系5 0 0 0番台の母体となった2 2 3系2 0 0 0番台と同一で VVVF インバータ制御を採用している。登場当時 JR 四国では会社発足後に申請した車両に配区所の略号を表記していなかったが本系列は配区所である高松運転所の略号、4釜の表記がある。5100型は 車体側面に JR 東日本仕様で5000点5200、型は妻面に JR 西日本仕様で表記される。223系5000万台と共通仕様であるため、JR 西日本の通勤、近郊系車両と同じ旋律のミュージックホーンが搭載されている。JR 四国の保有する一般系車両でミュージックホーンを装備しているのは、 JR 西日本と共同政策の本系列のみである。瀬戸大橋線のみを走行するマリンライナー専用車とされ、強小限界トンネルがある予算線、関温寺駅以勢への乗り入れは考慮されていない。平屋建て車と2 2 3十2 0 0 0番台との携帯上の差は、運転台部分がホロで常時貫通できる構造とされ、先頭部の形状が若干変更されたのと、 開閉式の側窓が223系1000番台と、ほぼ同一の加工式となった程度で、車体の配色もアーバンネットワークで使用されている、ものと同一である。223系5000番台との差も車体に、重複された JR マークの色、配照機の形状の違い、JR 西日本が、福知山線脱線事故を受けて2013年までに、 全車両に設置された運転情報記録装置が設置されていない JR 四国が2006年から運転席に設置を進めている停車駅接近警報装置の形状や機能が同社で標準のもので JR 西日本のものとは異なる座席についても2 2 3系2 0 0 0番台とほぼ同じ転換式クロスシートと収容式座席が設置されている座席モケットは 当初は223系2000万台と同一の茶系のものが使われていたが、2018年より順次7200系に順じた赤系のものに変更されている。また、岡山法の先頭車は弱冷車になっている。長らく JR 四国の所有する車両では、唯一転落防止ホロが設置されている車両であった。本系列を特徴づける。 高松方の先頭車5100型は、2階をグリーン席、1階を普通席としたダブルデッカーで、223系2000番台を基本とした平屋建て車と異なり、E217 系のグリーン車を基本として、それに運転台を付加した形となっている。運転台側の連結機は5101のみ、電気連結機が装備されているが、それ以外は密着連結機のみである。ただし、 電気連結器を装備するスペースは確保されている。また、高松より運転台後部には、平屋席のパノラマシート1列4席、岡山より車端部には、車椅子対応の普通指定席2席や、トイレも設置されているなど、多様なニーズに対応している。平屋部分以外の座席は、自動転換装置があり、折り返し車内整備の際に使われる。なお、高松よりのデッキは、 グリーン車の一部とみなされるためここでの立席乗車はグリーン料金が発生する。グリーン車も普通車指定席も共に横4列のリクライニングシートで座席の前後、間隔も3 0ト、mm、ルしか差がないが、普通車指定席には背面テーブルが省略されているほか、リクライニング角度がグリーン席よりも浅いなど細部において差別化が図られている。また、グリーン席、 普通指定席ともに網棚が設置されていない。車体配色も他社と全く異なる独自のものとなっており、5101から5103号は青系、5104から5106号は赤系とされ、各社に岡山県の民は桃太郎にちなんだ3種のエンブレムが描かれている。この5100型は2004年度のグッドデザイン賞及び、 ブルーリボン賞を受賞しているが、両賞の受賞は JR 四国の発足以来初である。なお、会員による投票数をもとに選出する校舎は、特急系車両に授与されることが比較的多く、特急料金などを授受しない列車での運用を目的とした5100系への受賞は、JR においては比較的珍しい。車両の製造を公表した当初に、 JR 四国から発表されたプレスリリースでは2 2 3系 d バンダイと同じ正面形状とするなど2階建て車両のデザインが大幅に異なっていたが後に現在のデザインが発表された案内表記類については後から追加変更したものには JR 四国独自のデザインも使用されているため JR 東日本使用 JR 西日本使用 実車仕様が混在している。2003年年末から2004年年始にかけて、運転された M 編成 P 編成 M1 編成の列車、全車両が M 編成として JR 四国の高松運転所に配置され、基本的に JR 西日本岡山電車区電車センター配置の223系5000番台2両編成と連結して5両編成で、快速。 マリンライナーとして運用されている。早朝、深夜の一部列車は、P 編成のみや M 編成のみ、また朝ラ主時には、M 編成1本と P 編成2本による7両編成での運用もある。また、年末年始、大型連休、お盆休み等の多客期には、終日にわたって9両編成での運用のほか、過去には、M1 編成の5101号を中間に連結して、 M 編成2本と P 編成1本による8両編成で運用されたこともあった。2007年6月下旬からラッシュ対策として P 編成に網市総合車両所から貸し出されたサハ223型2000番台が組み込まれ3両編成化された。しかしその後は利用者が減少していることから2010年1月19日から1月23日までの 間に順次編成を減車した。これにより、3両編成の運用10本のうち5本が2両編成に、6両編成の全63本が5両編成に、9両編成の全2本が7両編成となった。登場直後の2003年10月11日から13日には、全車指定席の臨時快速、マリンライナー、京阪神ホリデー号として、京都駅まで乗り入れたこともあった。 ありがとうございます。